はい、こちらがですね、本殿の国宝の本殿と重要文化財の社殿ですね。で、こちら側のいわゆる、四季島姫様とか、あの、また三神ですね、の、社殿になっていて、こちら春日社ですね、春日社になっていて、この3つが、こちらの神社の、国宝の社殿になります。ですね、ちょっと、まあ、こちらの神社だけこう春日大社とのそのこの屋根の形が違うんですね、うん、こちらは一緒ですけど、この4つは一緒ですけど、で春日大社の場合はこの状態のものがもういくつだったかな、もうちょっとあるんですね、うん、でだんだんにちょっとずつこう、低くなってきてるんですけども、これは全部一緒の高さですね、うん、いやすごいですね、やっぱり国宝っていうのはやっぱ最後までこうね、最後までというかいつの代までも残していきたいものですけども、うん、素晴らしいですね。